いや、非常に面白いですし、先生方、外、まあ、先生方も丁寧に教えてくださいますし、それからメンバーの学んだり考えたりっていう意識が非常に高いですから、刺激されますので、あまりそう引きずられることなくですね、ともかく健康で健全なそのこれからの生活っていうのを頭に置いて、あまり頑張らずに、過ごしていきたいと思ってます。そうですね、私が都市って言ったらいいか、都市の活動って言ったらいいのか、そういうことについて、まあ、前々から興味を持ってたんですが、そういうことについて、教えてくださる科目が大半っていうことですかね。やはり50数年前の学校とはだいぶ違うなと。先生は親切ですし、学生の方も皆さんそうですし、仲間のことも仲間の方々もそうですけれども、非常にこう助けられたり教えられたりするっていうことが多いなというふうに思っています。